はい、じゃあよろしくお願いします。今回は素敵なノートに出会いましたということで、新しく発売されるとあるノートについて紹介していきたいと思います。で、早速ですね、もうバリバリ紹介していきたいんですけど、皆さんに1個質問したいことがあって、文房具のこだわりって皆さん強いですか？で、実際自分はね、学生時代から結構文房具好きだったんで、強いんですよ、こだわりが。特にシャーペン。シャーペン、学生時代に気に入ったものからずっと同じのを使ってますから、今も。だから皆さんもそれぞれあると思うんですが、自分自身もそうだし、うちの学生、あと、塾講師やってる時の生徒もそうだったんですけど、ノートって意外とこだわりなかったりしません？なんかみんな使ってるしとか、あ、これなんかいっぱい積んであるしみたいなことがあったりするので、今回ね、こうお話しいただいた時に試作品というか送ってもらったら、いや、思いのほか良かったのよ。使ってみたら。で、紹介させてくださいって言って、このお仕事をお受けしたんですけど、なので、もしよかったら、皆さんのノートの選択肢の中に今回入ったらいいなって思って、熱を込めて紹介させてもらいますので、よかったらね、最後までお付き合いください。ではでは早速ね、名前からいきます。その名をホニャララと申しますということで、多分この動画が投稿してる時はもう発売してると思うから、もしかしたら本屋さんっていうかあれね、文房具屋さんに行くと目にするかもしれませんが、トゥリーズと言います。多分ここの段階であれかってなる方もまだいないかもしれないね。トゥリーズという、ぜひ覚えてください。で、特徴がね、罫線にめちゃめちゃ特徴があって、ちょっと言葉から先に紹介します。行の中心に置かれたホニャララ、横線のホニャララ、上下の点線によって図や表が書きやすいと。で、これ、この段階で分かったらすごいんですけど、まず、行の中心に置かれてるプラス、これです。で、横線のメモリ。で、上下の点線ね。で、ここで、これと日本ノートさんっていう会社がね、作ってるノートなんですけど、ここを組み合わせて、プラスメモリー系、罫線の系ね。って言ったりします。プラスメモリー系。で、実際に書きました。フリーハンドでごめんなさい。こんな感じです。つまり、こう横線はよくあると思うんですけど、ここにね、中心にプラスがね、あるんですよ。これがプラスメモリー系です。で、これがね、なかなかいい仕事しよるのよ。そう、実際ね。で、実はこれを作るにあたって、ここに書いたんですけど、中高生、ちょっと噛んだな。2000人。にアンケートを取って、いろんなこうレスポンスをいただいて、その声を反映してね、作り上げたもの。だから本当に学生に寄り添って意見を吸い上げて作った、至ったのがここです。で、めちゃめちゃ裏話なんで、多分詳しく話しちゃうと怒られちゃうんですけど、これね、これが、発売するときに使われてるプラスメモリー系なんだけど、ここに至るまでにめっちゃ改良されてんのよ。最初これだったんだけど、これが良くない、これにしました、もっとこれがいいって、で、いろんな声を反映してね、ここに至ったんだけど、そのさ、前段階とかも見せてもらったの、その改良前とかね。いや、本当にね、グッジョブよ。もうグッジョブな改良してる。あ、もうこれだなっていう。そうで、実際と使ってるとこ見てもらった方が早いと思うので、一回ちょっとね、画面切り替えます。それでは画面切り替えて私の手で失礼いたします。これがね、実際に自分がリアルに使っているトゥリーズのノートなんですけど、まあ、ちょっと数学のね、とこになってますが、こんな感じでね、図とか表だけじゃなくて、関数もやっぱすごく書きやすかったりとか、で、図形で言うんだったら、ちょっとフリーハンドでごめんなさいですけど、メモリがあるんでね、例えば立方体とか直方体とかもこんな感じでフリーハンドですごく書きやすいし、もちろん定規を使ってもメモリがあるからまっすぐな線も引きやすいと、表とかもね、すごい書きやすくなってます。でね、ここにこうプラスがあるんだけど、実際に文字、ひらがなとか漢字を書くときも、個人的な意見よ、これは、すごく書きやすいなと思いました。なので、実際使うとこんな感じになっております。はい、ということで戻ってまいりまして、でね、このトゥリーズのノートを送ってもらってから2ヶ月ぐらい使ったのかな、結構いろんなパターンで使ってったんですけど、実際使ってみて思った素直な感想をちょっとね、書かせてもらったんで、これ上げていきます。で、まず1個目が、ほにゃららや図の書きやすさが抜群って、もちろんね、さっき見てもらったように図とか表も書きやすいです。で、そこでも話をしたんだけど、やっぱり自分は数学が専門なので、関数ね、書きやすいなって思いました。そう、やっぱプラスメモリー系とか、その辺のメモリーがあるからだと思うんですけど、関数もね、すごく書きやすいなっていうのが個人的にはすごく思ったこと。で、次これめちゃめちゃ話したいとこなんですけど、実際見てもらった時に色までくっきり見えてたかわかんないんですが、罫線の色が青なんですよ。青ベースなんです。今回こっちもね、本当にこんな感じ。ここまで青がね、強くはないんですけど、青ベース。
で、実際みんなが今使ってるノートを見ていただきたいんですが、おそらくグレーが多いと思うんですよね。自分いろんなノート見てきましたけど、グレーが多い印象の中で青なんですよ。で、これも子供たちの意見とかをこう集めた上で至ったのが青なんですね。で、正直に言うと、最初いただいて使い始めた時、めちゃめちゃ違和感あったんですよ、青。青みたいな。強くない色が。ってすごく思ってたんですけど、使えば使うほど青にはまりました。自分はね、後で書いたノートとかを振り返った時にも、なんかすごくね、くっきり見えるんですよ、ノートが。だから復習したくなるノートになるというか。で、実際はノートってすごく大事で、ノートをね、自分なりのどういう風に工夫して書いていくかとか、書きやすさとかまとめやすさって、まあ使いやすさもそうですけど、まあすごく大事な部分になっていきます。もちろん成績を上げる上でもね、すごく大事なので、まあこれは好みが分かれると思う。実際皆さんが手に取っていただいて使ってもらって、ぜひ感想を聞きたいです。多分、俺みたいにハマらない人もいるのかもしれない。かもしれないんだけど、俺はめっちゃハマった。青の罫線がね。っていうところ。で、ラストがですね、これ7ミリ幅の A 版って書いたんですけど、ノートって A 版 B 版があるんですよ。A と B、これは別に全部のノートね。で、A が7ミリ幅、あの行間ね、あの罫線の幅が7ミリで、B 版が6ミリなのよ。で、あ、これちょっとぐちゃってなっちゃったけどね。でね、このトゥリーズのノートを A 版の方、あ、ちょっと間が空いてる方ね、のやるとね、これ英語でね、めちゃめちゃ使いやすいのよ、個人的に。英語のノートとして使いやすいです。実際どう書くかっていうと、まあこうなるじゃん。これがまあ7ミリ幅と思って、例えばじゃあトゥリーズを書こうか、時にここにね、下に行こうか、こう大文字書いて、まあこんな感じが、俺はね、めちゃめちゃこの英語を書きたい大きさにグッとで合ってる感じで、これはでも別に実際さ、他のノートに関しても7ミリは同じなんだけど、多分ね、この罫線がごちゃごちゃしてない、まあプラスになってるからさ、ここにいっぱい罫線が入ってたりするのもあるんですけど、あれよりはすごいね、英語がすっきりして見えるんですよね。だ、でも中学生だとちょっと狭く感じるかも。まあ英語書き慣れてる方はいけるかな。ただ高校生とかだったら、多分ね、こう7ミリ幅の英語のノートして使うのは、あのね、共感してくれる方多いと思います。完全にこれ、ごめん、俺の好みの話なんであれなんですけど、まあ配置の個人的な感想としてはこの辺をすごく思ったので、もしね、あの皆さん手に取っていただけて使ってもらった後に、よかったらコメント欄とかにも感想ね、書いてみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。これがですね、発売前に送っていただいた実物でございます。こんな表紙なんですけど、実はカラーはまだあります。すごいカラフルなんですよ。はい、これぜひ覚えておいてください。でも、今回の動画でお伝えしたかったのは、もうこのトゥリーズのノートがベストなノートだから、みんな全部これ買いなっていう話じゃないです。っていうのを言ったら怒られちゃうかもしれないんですけど、私が言いたかったのは、ノートの選択肢を持ってほしいんです。それが一番の思い。っていうのも、ノートってやっぱ勉強する上ですっごく大事なアイテムです。この子をどう使っていくか、どういうふうに相性のいいノートと出会って使っていくかによって、勉強効率も変わりますし、知識の定着率も大きく変わっていきます。で、勉強の楽しさも変わっていくと思っていて。でも、冒頭でも話したように、ノートってなんとなく使ってることが多いんですよね。で、なんとなくそれを使い続けてたり。すると思うので、新しく出会ってもらって実際に使ってもらうと、でもしかしたら前のノートのが合ってるなってこともあるでしょうし、でも新しく出会ったこの子の方が、あ、私の相棒としていいと思うって思ったら、より勉強のモチベーションも上がると思うんですね。だからぜひ皆さんの中でこういったノートもあるんだっていう選択肢の一つが、今回この動画でお伝えできたら、私もね、この動画撮った意義があるというか、やってよかったなと思うことができますので、ぜひこれからですね、本屋さんとか文房具屋さんに並んでいくと思いますので、ぜひ寄った際にはトゥリーズあるかなってチェックしてみてください。はい、ということで、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。ぜひ動画の感想や、このノートをね、トゥリーズを使ってもらった感想なんかもコメント欄に書いていただけると嬉しく思いますので、よろしくお願いします。それじゃあ、今回の動画は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。